いましたね。隊長、あの子がクラリスです。熱心に本を読んでて、なんだか声をかけづらいな。声をかけても無駄です。あなたクラリスは何をしても返事をしてくれないんですよ。へえ、何をしても。ちょっと試してみるか。こういう時は目隠しだよな。さすがに気がつくだろう。クラリスくん。えなん。ほら、いつもこうなんです。読み終わるまで何をやっても無駄ですよ。これはすごい集中力だな。仕方ない、出直すとするか。ちょっと待ってください。はあ、うっとりしちゃう。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。そうか、なるほど。クラリス君は作家志望なんだね。はじめまして。ウィルセット、なんで男の人がいるんですか。落ち着いてくれ。怪しいものじゃない。今日から花組の隊長になった神山清十郎だ。隊長。そうなんです。この人が今日から私たち花組の隊長さんです。そうなんですか。それはとんだ災難ですね。予算もない、やる気もない、やりたくても何もできない舞台の隊長なんて。クラリス。そうなのか。ええ、そうです。今の花組は昔ここにいた伝説の花組とは違う。どうしようもない落ちこぼれ舞台ですよ。それは実に立て直しがいがありそう。前向きなんですね。もしくは何も考えていないか。私そういう人は苦手です。都合よくハッピーエンドになるのは物語の中だけです。現実はそんなにうまくはいかないですよ。それじゃ失礼します。せいぜい頑張ってくださいね。てんダメだ。散々でしたね。ところで、てんダメって何ですか？うぬも、てんでダメってことに決まってんじゃん。なるほど。日本語って奥が深いですね。はあ、私、なんかもうぐったりです。隊長、一応聞いておきたいんですけど、私たちの舞台どうでした？酷かもしれないけど、正直見られたものじゃないな。ですよね。分かってました。私も。忌憚のないご意見ありがとうございます。でもこの舞台を何とかするのは隊長さん、あなたの役目でもあるんじゃないんですか？
俺が戦えない分、みんなよろしく頼むよ。準備はできたようね、神山くん。出撃命令を。よし。帝国歌劇団花組、出撃せよ。銀座に現れた駒を殲滅する。了解。天宮さくら、出撃します。よし、任せとくって。行ってきます。いろんな意見があるもんだな。何から決めるか考えてみてはどうですか。最初に考えるものを決めるか。そうだな、どんな作戦も初手が大切だもんな。脚本から決めてみるか。それがいいと思います。どんな舞台も脚本があってこそですから。主演女優はアナスタシアさんで決まってても、やっぱりどんな話にするかでいろいろ変わってきますよね。脚本か。そういえばクラリス、
君はいつか面白い話を書きたいって言ってたね。言ってました。私言ってました。私もちゃんと聞きましたよ。いいんじゃねえか。クラリスならいろんな本を読んでるし。里の掟34条、機会を逃すな、やるだけやれ。そうね、書けるというのなら見てみたいわ。無理です、無理無理です。無理なんかじゃないさ、大丈夫、やればできるよ。どうかな、クラリス、脚本をお願いできないかな。それは命令ですか。命令じゃない、だが帝劇の命運がかかったお願いだ。もっとひどいです。よし、とりあえず一歩前進。クラリス、よろしくな。はい。どんな物語になるのか楽しみね。すごいプレッシャーですよ。大丈夫、クラリスなら絶対面白いお話が書けるよ。期待してる。ワクワク。本当にどうなっても知りませんよ。クラリスなら大丈夫だよ。まずはやってみよう。そう言い切る自信はどこから来るんでしょう。大丈夫、俺たちだっているんだ。協力できることなら何だってやるよ。そうだな、まずは舞台装置に関してレイジに聞きに行ってみようか。全滅しちゃう。普通助けになんて来てくれないよね。神山だけど。あ、はい、どうぞ。どうだい、脚本は進んでるかな。はい、一応ですけど。よかったら読んでもいいかい。面白い。すごいじゃないか、クラリス。本当ですか？よかった。でもいいところで終わっていて、早く続きが読みたいな。はい、頑張ります。クラリス、入るよ。どうぞ。クラリス、調子はどうだい？隊長、お願いがあるんです。そんな深刻な顔で。何かな？私とデートしてください。デート？はい、脚本を書くのにどうしても必要なんです。私は恋愛もデートもしたことがないから、そういうシーンでの気持ちとか見え方とか全然わからなくて。だからせめてデートの真似事でもすれば少しはわかるようになるかもって。なるほど、そういうことなら協力するよ。で、いつにしようか。もちろん今からお願いします。今から？あ、ダメですか？いいよ、今からデートしよう。精一杯相手を務めさせてもらうよ。ありがとうございます。
行きましょうか。どうぞ、お嬢様。Immense merci, monsieur。なんて、なんだか楽しくなってきました。今日はどこに連れて行っていただけるんですか？どこを行こうか。どこでもいいですよ。隊長が決めてください。そうだな。よし、とにかく行ってみようか。クラリスは本を読むのが好きみたいだから本屋なんてどうかなと思ったんだけどこの本屋さんいつも来ているんです。そうなのか。じゃあ他のところに行った方がいいかな。いえ大丈夫です。いつもと同じ場所でも違う気持ちになれそうで、デート実験には最適ですよ。そうかい、クラリスがそう言うなら行きましょう。神山隊長今日はどんな本に出会えるのかな。どうした？いえ、そのちょっとデートっぽいかなと思いまして。デートっぽい？あ、ごめんごめん、ちょっと近すぎたかないえ、大丈夫です。神山隊長って優しいんですね。や、優しい？そんな風に言われるとなんだか恥ずかしいな。結構恥ずかしがり屋さんなんですねちょっと面白いです。やめてくれよ今日は神山隊長の違う一面が見られて楽しいです。こうして相手のいいところに気づいていく、それがデートの良さなのかもしれませんね。楽しかったですね。そうだな、たくさんの本に触れるのは新鮮だったよ。隊長は普段どんな本を読むんですか？本か。戦術書が多いかな。作戦を立てる時の参考になるしね。さすがは隊長ですね。日頃からの努力素晴らしいですまだまだ未熟者だから努力するしかないんだよな。努力しようと思ってできるのは才能です。誰でもできるわけじゃありませんよ。なるほど、そう言われると嬉しいな。ありがとう。にぎやかですね。私、ここには初めて来ました。よかったよ。それで脚本には生かせそうかい？え、
それはまだ。デートってこういう時どうするんでしょう。そうだな、恋人っぽく手をつないでみようか。はい、そうですね。どうした？ごめんなさい、恥ずかしくて。おかしいですよね、ただ手をつなぐだけなのに。でもこのドキドキ、これがデートの気持ちなんでしょうか。きっとそうだよ。ちょっと残念だけど、少しは役に立てたかな。それはそうと、あっちに面白そうなものがあるな。行ってみよう。はい。観覧車ですか。いい眺めが楽しめそうですね。ああ、早速乗って…あれ？どうしたんですか？ごめん、クラリス。残念だけど、まだ乗れないみたいだ。近日開始予定…そうなんですね。乗ってみたかったですけど、仕方ないですよ。こればかりは…そうだな。それじゃあ、次へ行こうか。人と二人で。そろそろご飯でも食べに行こうか。はい、お任せします。よし、この近くでどこか美味しくて雰囲気のいい店は。そういうことなら、うちのお店がおすすめだよ。何のつもりだ。やっほー、お二人さん、ニーハオ。え、ユイさん、なぜこんなところに。いいからいいから。はい、お二人さん、ご案内。ちょっと、中華料理屋。ユイさん、これは一体。それについては俺が説明してやる。シャオロンまで。ここは中華料理屋新龍軒。この店こそ、この俺が中華鍋を振るうデート一番の中華の名店。そして、何を隠そう、我が上海歌劇団の秘密基地なんだ。秘密基地？中華料理屋が？歌劇団ごとに個性的な秘密基地があるんですね。ま、せっかく来てくれたんだ。俺の絶品料理たっぷり味わっていけよ。ドリアなんて火力なんだ。すごいだろ、隊長は。炎の召使いって二つ目まであるんだぞ。炎の召使いですか。そいつは確かにすごい気がします。違う、炎の召使いだよ。最高にうまい飯でみんなの心を虜にするのさ。なるほど、
きたぜ。その名も上海ドラゴンチャーハンだ。わー、とても美味しそうです。いや、しかしこの匂いは、くーたまらん。なんてうまそうな匂いなんだ。いただきます。まあ、これはうまい、うまいぞー。味だけではない、香りが深い。ガツンと香ばしく、それなのに軽やかだ。これは素材の力だけではない、まさに火力が生み出した力強いドラマそのもの。このチャーハン、歴史的一品と言っていい。見事、見事だ、上海ドラゴンチャーハン。なんだ、お前評論家みたいだな。こんなにうまいチャーハンを食べたのは生まれて初めてだ。ティッタ、私も初めてです、隊長さん。見たか、これが炎の召使いの実力だ。さあ、まだまだあるからどんどん食べてよね。お腹いっぱいです。俺もだ。ちょっと苦しいぐらいだな。でもすごくうまかった。はい、でもデートって雰囲気じゃなかったかも。確かに。この後はどうしますか？そうだな、そこのお二人さん、ちょっと寄っておいきよ。なんだ？占い師？そうさ、よかったら占っていかないか？占い、面白そうですね。寄っていってもいいですか、隊長さん？確かに面白そうだな。いいよ、占ってもらおうか。ドキドキしますね。じゃあ始めるよ。ロケスピラトス、ゾトワストリタス、グリサタニトス。なんだ？欧州に古くから伝わる呪文です。本格的でワクワクしますね。わかったよ、真実は見えた。可愛らしいお嬢さん、あんたこの男のことを愛しているね。愛してるって、そんなこと絶対にありません。クラリス、そんなに全力で否定されるとちょっと傷つくな。すみません、ちょっとびっくりしちゃって。愛してとかはないですが、嫌いってわけじゃないですよ。ありがとう、そう言ってくれると嬉しいよ。じゃあクラリス、デートの続きしようか。
行きましょう。仲がいいね。だけど行く前にもう一つ聞いておいき。どんなものでもいつかは壊れるものさ。なぜなら影はいつだって隣にいるものさ。だからうまくいっていると思っても必ず後悔する時が訪れる。それを避けたいと思うのならば助言は一つ。逃げるのはね、何も悪いことじゃないのさ。そうですね。貴重な助言をありがとうございます、占い師さん。一番人気のお店です。このお店のことを知ってるなんてちょっと意外でした。いや、雰囲気が良かったから入ってみただけさ。有名な店だったんだろ。はい、雑誌の特集でも銀座デートの定番として必ず載ってますよ。そうなのか。じゃあ、じゃあデートは成功かな。そうですね、本当に楽しいです。でもそれは人気のお店だからじゃなくて。え、何か言ったかい。なんでもないです。ここが銀座か。うまそうな人間どもがゴロゴロ嫌がるぜ。いけねえいけねえ。まずはどう味見するか考えねえとな。さて楽しみだな。ましたね。じゃあ少し休もうか。デートって楽しいんですね。こんなに楽しんでいいんでしょうか。どういう意味だ。それはどう見える。よく見えねえな。もうちょっと前に出た方が。おい、押すなって。隊長、私もしかしたら。あ、危ない。うわ、なんだ。初穂さん、さくらさん、二人とも何をしているんだ。え、いや、なんでもねえから。その通りです。失礼しました。なんだあれ。二人とも心配だったんですよ。何が。さあ、何でしょうね。今の。隊長、あそこです。助けて。女の子が。あの人は海です。まずい。
助ける。間に合え。隊長、落ちちゃう。隊長、メイン、レイニオスタパーガス、コンカーサ。今のクラリス。ごめんなさい。クラリス。クラリス、今日はありがとう。君のおかげで俺もあなたも助かったの。君の都合のいいことでいいと、今日のことで話がしたいんだ。それと脚本の続き、早く読ませてくれると嬉しい。とても面白かったしね。楽しみにしているんだ。それじゃあおやすみ。楽しみにしてくれてるんだ。デートの時も私を楽しませようとして、いつも私を気にかけてくれて。神山さん、隊長、待ってください。聞いてほしいことがあるんです。神山隊長はどこまでご存知なんですか？君の力のことかい？さっき支配人から教えてもらったよ。あんな力があるなんて、私気持ち悪いですよね。気持ち悪くなんてないよ。むしろ素晴らしい力じゃないか。その力のおかげで俺と子供は助かったんだしね。あれは偶然です。この力はそんないいものじゃありません。私の一族の力は破壊しかできないものなんです。私の一族は古の時代より時の権力者のもと、あまたの戦争でこの力を振るいました。城を打ち滅ぼす時は豪華を起こし、町を守る時には嵐を呼んだそうです。この力は一族の歴史は破壊の記録です。長い歴史の中でどれだけの被害を与え、どれほどの命を死に至らしめたか。呪われているんです。この力は忌まわしい呪いなんです。私はこんな力なんていりません。欲しいのは安らぎを与える力です。破壊しかできない魔導の呪文ではなく、読む人に喜んでもらえる物語を書きたいんです。もう書いているじゃないか。
読ませてもらった脚本はとても面白かった。さっきも言ったけど楽しみにしているんだ。神山さん、私にできるでしょうか。たくさんの人に喜んでもらえる物語。できるさ、俺は信じてる。だから君の物語を書き続けてほしい。これからもずっと。わかりました。神山隊長を信じてみます。私の力は破壊の力。でも私はもう一つの力を持っている。物語を生み出す創造の力。それは錯覚かもしれないけど、でも信じよう。みんなを、隊長を、そしてみんなが信じてくれた私を。今だけは。神山だけど、今大丈夫かな。はい、どうぞ。やっぱりクラリス、あまり寝てないんじゃないのか。すみません、ちょっと詰まってしまって。よし、デートしよう。え、デートですか。いえ、それは今はやっぱり書くことに集中したいですから。そうか。あとは最後のセリフだけなんですけどね。なんだ、それじゃもう終わったようなものじゃないか。いいえ、これが一番大事で、そして一番難しいんですよ。どんな言葉が心の奥に残るんでしょうか。帝国歌劇団花組、出撃せよ。敵傀儡騎兵を殲滅する。了解、全員で頑張りましょう。我らに星の輝きを。アナスタシア・パルマ、出撃するわ。今度こそ私の戦いを見せてやるぜ。アザミ、頑張る。アナスタシア。アザミも同じ気持ち。クラリスはちゃんと戦っていない。なぜ。ちょっとみんな、クラリスはちょっと調子が悪かっただけですよ。私は戦いたくありません。中魔道の破壊の力を使いたくないんです。私があの力を使えば敵も皆さんも全て傷つけてしまう。この破壊の力は呪われた力なんです。クラリス、その力に俺は助けられたんだ。決して呪われた力なんかじゃない。この力は長い歴史の中で多くの悲しみを生み出しました。使ってはいけない力だと私は思います。君の使う力が悲しみを生み出すはずはない。俺は君を信じている。そうでしょうか。今は悩んでてもいいんじゃねえか。私たちが守ってやっからよ。クラリスの分も私が精一杯頑張ります。皆さん、
俺たちは仲間だ。花組は仲間を決して見捨てない。クラリス、今は敵とではなく、君は君の心と戦ってくれ。はい。それほどの強い力を持ちながら恥ずかしくはないんですか？お前からも結構強い力を感じるな。お前もその力を使えばいいのに。気持ちいいぜ。弱い者いじめはな。貴様、クラリスはお前とは違う。クラリスは確かに強い力を持っている。だけどその力は優しい心が生み出す平和を、未来を作る力なんだ。隊長、断じてお前と同じじゃない。お前のような醜い力とは違う。ああ、弱いやつが吠えるなよ。この程度の仕掛けも突破できねえくせに。私は自分の力が怖かった。破壊の力が怖かった。でも力は自分の心次第。私は破壊の力を正しいことのために使う。ずいぶん生きがるじゃねえか。けどよ、この仕掛けが解けてから言い上げる。結晶の波動は全て同じ。同時に破壊するのが攻略法のはず。これだけの数を同時にやれるか。やってみせます。答えて、私の無限。たとえ私の力が悪魔の力でも、もう恐れはしません。この忌まわしい力を人々を守る正しい力に変えて、あなたを撃ちます。クラリス、よし。クラリス、一緒に戦おう。君の力を見せてくれ。はい、神山さん、私頑張ります。燃えるじゃねえか。花組の力を見せてやろうぜ。ええ、そして帝都の人々を助けるんです。よし、行くぞ。みんな、目標、敵コーマ、オモロ。ジュレフェ、サイエ、ジュレフェ。クラリス、これが君の本当の力だ。君の力は仲間を守るためにある。私はまだ自分を、自分の力を信じられません。でも、みんなは、神山隊長は、そんな私を信じてくれた。私の代わりに、私を信じてくれた。きっと、これからは、私も、自分に向き合っていけると思います。それでいい、クラリス。それが、君の新しい力になる。その新しい力で。君だけの未来をつかめ。はい、私もう迷いません。これであとは脚本だけだな。最後のセリフ一緒に考えようか。大丈夫です、たった今完成しましたから。え、そうなのか。なんだろう、また胸の中がモヤモヤする。アナスタシアさんの演技、本当に素晴らしかったです。ありがとう。だけど今回の功労者はあなただわ、クラリス。本当に素晴らしい脚本よ。そんな、私なんてまだまだです。そんなことはないさ、クラリス。君は
帝劇の人気作家だ。これからの舞台も楽しみだよ。言い過ぎですよ。人気作家だなんてそんなこと。いやいや、お客さんの声が全ての物語っていうさ。クラリスの脚本はお客さんの心を動かしたんだ。まさに物語にクラリスが込めた思いの力、君は素晴らしい感動を生み出したんだよ。おめでとう、クラリス。ありがとうございます。でも私一人ではできませんでした。新しい私になれたのはあなたのおかげです、神山さん。だから責任取ってくださいね、モーシュイ。え？いいわね、ああいうのも。え？今の分かったんですか？クラリスはなんて言ってたんです？内緒よ。神山さん、どうしたんだいクラリス、そんな真剣な顔で。私、マルガレーテさんを驚かせるような脚本を書いてみたいです。でもそのためには今の私の力だけでは足りなくて。神山さん、お願いです、私に協力してもらえませんか？なるほど、わかったよ。何からやろうか？ありがとうございます。じゃあまずは脚本のジャンルを決めましょう。こんな感じの話はどうだろうか。恋愛ですか？いいですね、私も書いてみたいです。私はそうですね、優しい物語が好きです。こんな感じの話はどうだろうか。すみません、それはちょっと苦手なジャンルで。こんな感じの話はどうだろうか。スポーツですか？熱い友情の物語、楽しそうです。いろいろ提案はしてみたけどどうかな。クラリスが書きたいものが一番いいと思うけど。じゃあ恋愛ものにしてみます。この前のデートのことも参考にできますし。確かに、デートしてくださいって始まりはあまりなくて面白いかもしれないな。わあ、忘
れてください、忘れてください。あの時は夢中だったから素敵な思い出だからね、俺は忘れないよ。じゃあ次はヒロインを決めましょうか。神山さんはどんな女性が好みですか？緑色の瞳が俺は大好きなんだ。なるほど。きらめく金髪、ヒロインといえばこれで決まりだな。ふむふむ、ということは神山さんの好みのヒロインは金髪、緑の目って、私みたいな。確かにクラリスは俺の好みにかなり近いと思うよ。じゃあ恋愛ものの重要シーン、告白シーンを考えましょう。それについては少し案があるんだ。手紙で思いを伝えるというのはどうかな。手紙の内容によっては奥ゆかしくていいシーンになると思うんだけど。手紙ですか、なるほど。ちょっと待ってください。おいクラリス、おい、集中すると周りが見えなくなるんだな。それは良かった。告白の後はデートでしょうか。デートでどんなことをするのか難しいですね。何かプレゼントをするとかどうだろう。自分が送った髪飾りとかつけてくれると嬉しいかな。この前のデートではそれはなかったですね。神山さんがくれた髪飾りなら喜んでつけますけど。喜んでつけてくれるの？プレゼントですから、誰にもらっても嬉しいだけです。新竜拳に行ったように二人で食事に行くなんてどうかな。そうですね、もう少し雰囲気がいい場所を選んだ方がいいかもしれませんけど。どこか好きな場所に行けば話も弾むんじゃないかな。確かに本屋ではいろいろ話しましたね。そっか、私が本を好きなのを知ってるからちゃんと場所を選んでくれてたんですね。いや偶然だよ。でも相手のことを知るのは大事なんじゃないかな。ありがとうございます神山さん。
新竜拳でのデートはちょっと失敗だったかな。いえ、そんなことはないです。あれ？でも、なぜそう思うんだろう。そうか、場所は関係ないんだ。誰と一緒にいるか、それが大事なんだ。私、恋愛というものが少しだけ分かったような気がします。いろいろな場所を回って、いよいよクライマックスですね。みんなを驚かせるようなシーン、強い愛情を表現するにはどんなシーンが。そうだな、押し倒すとか。それはやりすぎか。こうですか。クラリス、この後はどんな言葉をささやけばいいんですか。今は私だけを見て。こうですか。恥ずかしいです。あまり見つめないで、恥ずかしいです。こういう時は髪を見つめるものなんでしょうか。次はどんな言葉を。お願い、キスして。もうこれ以上は。あなたを愛。押し倒すってこんなに恥ずかしいんですね。まあ普通は男が押し倒すんだけどね。忘れてください、忘れてください、いっそ死んでください。でも今の流れいい脚本になるんじゃないかな。ドキドキして何も覚えてません。もう早く出て行ってください。うわぁ、分かったよ。それじゃ。
誰かの声が聞こえたような。これは浴室からか。おさん、聞こえますか。これはクラリスの声。風呂にいるのはクラリスか。って落ち着いてる場合か。まずい、疲れる前に早く出ないと。ダメです、離れないで、こっちに来てください。え、今なんて。恐れることはありません、こっちに来てください。それとも嫌ですか。これは誘われているのか。ということは、絶対にダメだ。どんなに誘われてもそれはいけないことだ。もっとこちらに来て、私を抱きしめて。そんなに誘ってくれるな、クラリス。ああ、嬉しい。これで願いが叶います。私たちは命果てて一つになる。さあ、共に湖の中に。待て、命果てて湖、風呂なのに。もしかして演技の練習をしているのか。ここまではやった。よかった、あのまま浴室に入っていたらとんでもないことになっていたな。ああ、助かった。自分の理性に感謝しよう。2番選手にアナスタシア・パルマさん、3番選手に望月あざみさん、このお二人でよろしいですか。では、神山隊長を加え3名で選手登録をします。わかりました、よろしくお願いします。いよいよ勝負の時よ、神山くん、出撃命令を。はっ。今回出撃する隊員は俺を含めて3名。出撃する隊員はその力で、待機する隊員はその思いで戦ってくれ。戦うのは3名だが、全員の絆で勝つぞ。あったりめえよ。私たちは6人で花組ですから。戦いも応援も手は抜かない。思いは一つ、それが花組の力よ。私たちの絆で奇跡を見せてやりましょう。よし、行くぞ。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解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 。今日も本を読んでいるのかい、クラリス。はい、昔読んだ本を読み返しているんですけど、不思議なんですよ神山さん。前に読んだ時よりもずっとずっと面白いです。隠されていた言葉の意味に気づいたり、見逃していた関係を発見したり、読み返して、ああ、こんなに深い物語だったんだってまた感動させてもらって本ってこんな風にも楽しめるものなんですね。なるほどね。もしかしたら脚本を書くようになったからかな。ええ、そうか
かもしれません。自分も書くようになって、書いている人の考えが分かるようになった。初めてそれに気がつきました。神山さん、私脚本を書き始めて本当に良かったです。私に機会をくれて本当にありがとうございました。俺が何かをしたわけじゃないよ。クラリスが自分で決めたんだ。帝劇のために面白い脚本を書いてくれてありがとう。これからもよろしく頼むよ、クラリス先生。はい、頑張ります。でも先生はやめてくださいね。恥ずかしいです。クラリス、ちょっといいかな。さっきノートを拾ったんだけど、クラリスのものみたいだったから届けに来たんだ。見ましたか。ん？何をたい？とぼけないでください。ノートの中身です。見たんですか。ああ、すごく独特で面白かったよ。俺はいいと思うけどな。でも届かぬ愛を死神の列に掲げってところはよくわからなかったな。やめてください。声に出さないでください。あとは正義の悪魔が魔眼を凝らしなんだけど、そもそも正義の悪魔ってなんだ。思いついたことをただ書き綴っただけなんです。脚本の卵というか、まだ意味は全くないので、誰かに見せるようなものじゃないんです。脚本の卵か。なんだか貴重なものを見た気がするよ。も
ください。お願いですから忘れてください。じゃないと。悪かったよ、忘れた。もう全然覚えてない。もう二度と言わないから許してくれよ。いいお天気ですね、神山さん。どうです、気分は晴れましたか？まあね。浮かない顔ですね。それなら私に悩みを話してみませんか？聞いてくれるかい？もちろんです。何でも話してください。アザミも聞きたい。清十郎の力になるために。アザミ清十郎は家族も同然だから、何でも話してほしい。家族か。スミレさんにも言われたよ、大帝国劇場はみんなの家だって。俺の役目は花組のみんなに帰ってくる場所を作ってあげることだって。俺はそんな風に家族みたいにみんなと接したことはなかった。だからさくらも初穂も俺に愛想を尽かして怒ったんだろうな。俺は本当にダメなやつだ。そんなことありません。だって神山さんは私を救ってくれたじゃないですか。自分の力を恐れていた私を信じて受け入れてくれました。そのおかげで私は新しい自分になれて、心から安らげる家を手に入れたんです。だから私は神山さんを家族のように大切な人だって思ってます。クラリス、アザミも同じ。清十郎が信じてくれたから今のアザミがある。清十郎がいるところがアザミのいるところ。だから清十郎がアザミの家。大丈夫ですよ、神山さん。さくらさんも初穂さんも神山さんを大切に思っているから怒ってるんです。そうじゃなかったら人は本気で怒ったりしません。そうか、そういうものかもな。ありがとう、二人とも。なんとなくだけど
俺のやることが分かった気がするよ。よかったです。忘れないで、清十郎。アザミたちはいつも清十郎のそばにいる。クラリス、ちょっといいかな。ノートを見つけたんだけど。はぁ、それ、どこで見つけたんですか。というか、どうして神山さんが持ってるんですか。いや、食堂に置いてあったんだ。多分、クラリスのものだと思って。あ、一番見られたくないノートだったから持ち歩いていたのに、まさか置き忘れるなんて。そうだ、中身見てませんよね。その君の気持ち受け取ったよ。神速の騎士清十郎、救世の天使の愛に応えよう。創作なんです。だからクラリスは私じゃなくて、清十郎は神山さんじゃなくて。クラリス、落ち着いて。俺の愛受け取ってくれないのかい。はい、クラリスの序盤には清十郎様の愛を受け取ります。だから、だから私はすまない、この場面から先は恥ずかしくて読めてないんだ。どうなったか教えてもらっていいかな。そんなこと言えません。聖司じゃなくて神山さんのバカ、最低です。本当に恥ずかしい。神山さん、次は絶対に見ないでくださいね。俺たちは支え合い、助け合い、みんなが揃ってこそ大きな力になる。俺たちのこの力は世界のどの過激団よりも強い。心を一つにして勝利をつかもう。おうよ、帝国過激団の力見せてやろうぜ。私たちはいつだって一緒です。里の掟23条、心を一つにすれば怖いものなし。自信を持って挑みましょう。全員揃った花組は無敵です。よし、帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。分かってるよ。俺たち帝国歌劇団花組が目指してきたもう一つのクライマックスだもんな。そう、
スマス公演だ。こんな大声で言わなくても分かってるよ。まったく清十郎さんも気合入ってますね。でもなんだか分かります。私もちょっと大声で言いたい気分。里の掟98条、クリスマスは特別、思いっきり楽しむべし。楽しい気持ちは強い声に乗せて伝えたくなるものなのかもね。クロリスはいないな。よし、ここに置いていこう。伝言を残していけばクラリスにはわかるだろうしな。でもその前に少しだけ、本当に少しだけノートを見させてもらおう。どれどれ。題名は鳴神荘の赤い羊か。推理物みたいだな。主人公は旅先で殺人事件に巻き込まれた探偵で、名前は神山清十郎。俺なのか。ちょっと待て、鳴神荘の主人は少し前に死んで。え、実は真犯人から身を守るために。何？刑事の芝が犯人だと思ったのに。おい、いきなり誰かに殺されたぞ。まずい、神山の背後に人影が。真犯人なのか。おい神山、気づけよ。じゃないと。ああ、ここで終わっている。書きかけだったのか。いいところで終わるなよ。ごめんなさい。今回は力作なんですよ。神山さん、いかがでしたか。感想を聞かせてもらえると嬉しいんですが。してやられたよ。すごくドキドキしたし、何よりまさか俺が出てくるとは思わなかったからね。やった、頑張って書いた甲斐がありました。この帝劇の人たちが出てくる設定、最初はちゃんと決めるまでの仮のものだったんです。でも人物の性格や個性が分かっているとすごく書きやすくて、それに楽しくて。ただ物語の展開を考えるのはすごく苦労しました。特に難しかったのは書きかけの続きの部分です。真犯人がどうやって主人公を。ちょっと待った、それ以上は言わないでくれ。頼むから早く続きを書いてくれ。でも今回は神山さんに読んでもらえてよかったです。もちろん勝手に読まれるのは嫌なんですけど、読み手がいないと評価も分かりませんから。それに今回は普段は書かない作風にしたんです。だからちゃんと書けるのかどうか不安だったんですよ。でもいざ書き始めたら思うように書くことができました。新しいものに挑戦したのが良かったのかもしれないね。次の公演での脚本はさらに期待できそうだよ。はい、次のアイデアはもうあるんです。書けたらまた見てもらえますか。俺でよければ喜んで。クラリス、期待しているよ。素晴らしい演技だった。これならクリスマス公演も大成功間違いなしだ。これもアナスタシアさんの指導のおかげです。
ありがとうございました。みんなの努力のおかげよ。それにこれは本番じゃないわ。大切なのは本番で最大限の力を出すことよ。わかってる。そのためには休養が必要かもしれないな。疲れをためては本番に響くだろう。さすが神山だぜ。わかってるじゃねえか。そうね、いい判断だと思うわ、キャプテン。でもちょっと不安です。大丈夫よ、あなたたちは十分に練習してきた。本番はあさってイブの夜。今は体を休めて本番に備えなさい。体は休めても緊張感は保つこと、それは忘れないでね。よし、それじゃあ解散。みんなお疲れ様。はい。神山さん、何かご用ですか？いや、クラリスがどうしているか気になってね。やっぱり落ち着かないかい？お見通しですか。さすが神山さんですね。本でも読めば落ち着いて眠れるようになるかなって思ったんですけど。その様子じゃ明日も一日中頑張って本を読んでしまいそうだな。どうかな、明日は本を置いて気晴らしに出かけてみたらどうだい？気晴らしですか。例えばどんな？そうだな、例えば俺とデートしてみるとか。言うと思いました。その手には乗りませんよーだ。それは残念。でも神山さんが言うように気晴らしに出かけるのもいいかもしれませんね。それじゃあ神山さん、よかったら明日私に付き合ってもらえませんか？え、俺とかい？それは。いいよ、付き合うよ。ありがとうございます。なんだかとっても楽しみになってきました。俺もだよ。でも本当に俺でいいのかい？はい、神山さんがいいです。前にデートした時もすごく楽しかったですし。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいね。じゃあ明日は本屋の前で待ち合わせしませんか？本屋の前だね。ああ、必ず行くよ。はい、それじゃあおやすみなさい、神山さん。ああ、おやすみ、クラリス。クラリス、ごめん、待たせたね。いえ、大丈夫です。待つことも結構楽しいものです。待つのが楽しいってそんなことあるのかな。それで今日はどうしようか。私、水族館に行きたいです。今開催されているイベントに参加したくて。水族館でのイベントか。よし、行ってみよう。それうおクラリス、止めさせてくれ。神山さん、しっかり届けてくださいね。かわいい魔法使いサンタさんの命令でイルカさんたちがプレゼントを運びます。見事空中のリングにプレゼントを通すことができるでしょうか。ま
まさかこんなイベントだなんて。神山さんもイルカさんも素敵ですよ。頑張ってください。頑張れー、そこよ。やるしかないか。男神山、必ずプレゼントを届けてみせる。えい、今だ。大ジャンプ、ここだ。ここで決めるんだ。決める。イエスを神山ダーンク。リングを通って入った。リングに入りました。これが恋人たちの思いの力です。やったやった、神山さん。なんとか決めることができたみたいだな。神山さん、クラリスさんの2名が見事に楽しいショーを見せてくれました。ショーを手伝ってくれたこちらの素敵なカップルに盛大な拍手を。どうしたんだい。いえ、ちょっと思い出しちゃって。イルカに乗った神山さん、面白かったです。かっこ悪いところ見せちゃったな。そんなことないです。とても楽しかったですよ。あと、私たち素敵なカップルって言われてましたね。二人でいるとやっぱりそう見えるんでしょうか。カップルか、そう見られると嬉しいな。どうしてですか。クラリスみたいな可愛い子と恋人同士だと思われるなんて光栄だからね。ちょっと釣り合わない感じがすごいけど。そんなことないですよ。え、なんだって。なんでもありません。ありがとうございます、神山さん。今日はとっても楽しかったです。よかったら今度また一緒にお出かけしてくださいね。眠れないな。彼女は今どうしてるかな。誰か来たのか。神山さんに会いたくなって来ちゃいました。そうか、俺も会いたいって思ってた。神山さん、嬉しいです。クラリス、あの、もしよかったらもう一つだけ付き合ってもらえませんか。今日という日の思い出に行きたいところがあるんです。いいよ、行こうか。はい、ありがとうございます。これは観覧車か。前に来た時は準備中で乗れなかったんだよな。今日どうしてもこれに乗ってみたかったんです、神山さんと一緒に。どうして。だって今日は特別な日ですから。さあ乗りましょう。思ってたよりゆっくりなんですね。これより早いとさすがに怖い気がするよ。それにこれぐらいの方がゆっくり話せていい。そうですね。
神山さん。どうした？そのお願いが、もっと近くに来てもらえませんか？近くに、これくらいかい？近すぎます、神山さん。ごめん。わあ、ドキドキしすぎて心臓に悪いです。これぐらいでいいかな。それで一体何を？実はこの間見た活動写真でとても素敵なシーンがあったんです。それを二人でやってみたいなって。もちろん脚本の参考になるかなって思ったからですよ。あの時できなかった特別なデートを、続きを体験させてください。クラリス、わかった。俺にできることなら何でもするよ。あーん、クラリス、これは何なんだ？そんなに動いたらダメですよ、神山さん。チョコスティックが折れちゃいます。端から二人で少しずつ食べるんです。顔を近づけながら。消えた後に物語が輝き出すの。少しずつ、少しずつ、冷静に、慎重にだ。もし、もう少しで食べ終わるぞ。なんていうか耐えられなくなってしまって。耐えられないって、ごめん、近づきすぎたかな。あ、違うんです、嫌だったわけじゃなくて、すっごくドキドキしちゃって頭が熱くなって、このままじゃ心臓も破裂しちゃうって。そうか、実は俺もドキドキしてたんだ。でも、もう少しだけ近づいて欲しかったな。ん？クラリス？なんでもありません。クラリス、本を読んでいるのかい？ええ、最後にしておきたいことが他に思いつかなくて。でもやっぱり集中できませんね。怖い想像ばかりしてしまいます。何か他にないかな。俺ができることなら協力するんだけど。そうですね。あ、二人ならできることがあります。女の子と言ったらお姫様です。やっぱりやってみて初めてわかることってあるんですね。こんな風に抱っこされたら神山さんに包まれてるみたいで、なのに宙に浮いているみたいにふわふわしてて夢心地ってこういうことでしょうか。どうなのかな。神山さんは
どんな気持ちですか？俺は ずっとこうしていたいよ。君を感じられてとても嬉しい。私もです。とても嬉しい。このまま時が止まってしまえばいいのに。そうすれば世界は二人だけのものです。クラリス冗談です。恥ずかしかったですね。その割にはとても楽しそうだったけど。はい、とても楽しかったです。それにとても幸せでした。神山さんのおかげです。クラリス、やりたいことはまだいっぱいあるけれど、でももう悔いはありません。これで憂いなく最後の戦いに臨めます。頑張りましょう、神山さん。ああ、頑張ろうクラリス。神山さん。クラリスを副隊長。よし、決めたぞ。花組の副隊長はクラリスしかいない。花組の副隊長は決まったかしら？はい、決まりました。彼女しか考えられません。では誰を副隊長に決めたのか、あなたの決意を聞かせてちょうだい。俺が副隊長に決めたのは、クラリス、君が副隊長だ。私ですか？本当に？何言ってんだよクラリス。力の使い方を知ってるお前が適任さ。うん、間違いない。ハツホとは違う。あなたなら大丈夫よ。みんなそう信じてるわ。その通りです。頼りにしてるからねクラリス。まだ信じられません。なんだか夢のようで。俺はいい加減な気持ちで君を副隊長に選んだわけじゃない。俺には君が必要なんだ。副隊長として一緒に戦ってくれ。わかりました。私があなたを、花組を守ります。これで決定ですわね。副隊長は決まりましたけれど。さて、そろそろ時間だな。クラリス、もう準備はできていますか？ああ、今行くよ。ちょっと待っててくれ。神山さん、もうすぐ世界歌劇団公演が始まります。ああ、いよいよだな。平和の祭典、最大の目玉、その特別公演だ。こうしてまた世界中のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて幸せです。ああ、俺もだ。それはそうと、みんなもう来てるのか？ええ、皆さんいらっしゃってますよ。きっとどこかでくつろいでいると思います。そうか、じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。はい、それじゃあ私は先に舞台へ行ってますね。挨拶が終わったら舞台に来てください。あ、
わかった。神山さん、もう挨拶は終わりましたか？ああ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。そうですね。でもまたこうして平和な歌劇団大戦が開催されるなんて思いませんでした。ああ、今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言でもある。クラリスのおかげさ。クラリスが守ったんだよ、帝国歌劇団を。君の創造の力でね。神山さん、その力でいつまでも帝劇を守ってくれ。君なら必ずできるよ。だけどよ、泣いてる場合じゃない。今日の開会式は私たちが主役。そうです、涙よりも笑顔でいきましょう。花組みんなで幸せの星となるために。はい、でもその前に神山さん、いつもみたいに号令お願いします。わかったよ、行くぞみんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。私たちの戦いは終わり、帝都に平和が戻りました。いろいろなことがありました。歌劇団解散の危機、夜叉とのこと。はあ、いい湯だな。え、クラリス、神山さん、ここ婚約だったんですか？もう大丈夫みたいですね。出ましょう。神山さん、散々な温泉旅行だね。でも楽しいです、あなたと一緒だから。今夜だけの夢でも踊ります。